1月6日から厚生新横浜スケートセンターで開幕した高橋大輔選手が座長を務めるアイスショーアイスエクスプロージョン2023。初日の2公演で明らかになったこれまでのアイスショーとは一線を画す見せる演出にファンの方々から称賛の声が続々と寄せられています。6日初日公演を見たファンの方々からは SNS に次々と一瞬たりとも目が離せない、これが大ちゃんが表現したかった世界観なのねなどといった称賛の声が続々と寄せられており、出演スケーターの演技はもちろんショー全体の構成や演出が大絶賛。出演スケーター全員が参加するオープニングからその演出は片鱗を見せ、オープニングで座長である高橋選手に当てられていたスポットライトが一番に登場する荒川静香さんに切り替わる瞬間は切れ目のないシームレスな演出で世界観を壊さずに次につなげてくれていました。このような場面転換があるため、個人用のバナーが触れなかったり、スタンディングオベーションをしたりする暇がないといった困った声も上げられていましたが、それ以上に素晴らしく見せる演出に、大満足だ、という声が圧倒的多数となっていました。また、4つものグループナンバーが組まれ、大勢のスケーターが滑る中でも、子が光るプログラムや演出となっており、こちらにも絶賛の声が。高橋選手をはじめ、多くのスケーターが何度も出演するハードな構成となっていましたが、駆けつけたファンの方々は大満足。そして、なんといっても最終に登場する高橋選手のソロ、クローネの世界観は至福の一言。前日の公開練習と同様にジャンプではミスもありましたが、仲間と共に希望に向かう、というコンセプトのもと、思いを込めた柔らかなスケーティングで魅了していました。今回のアイスショーでは、選手として多忙な日々を送りながら、プロデューサーという立場で積極的に演出に関わったという高橋選手。シームレスな切り替えや、子が生きる演出など、スケートをこよなく愛する高橋選手だからこそ思いつき、それが生きる公演となっていました。プロデューサーとして、高橋選手は、うちの爆発というか、心に秘めたものを見せる演出をしたくて、オープニングからフィナーレまで、流れやストーリーがあるものにしようと考え、グループナンバーを後半に持っていっていくことにしました。2部では、コールもなしに流れでつながり、もう終わってしまったの、となるようにしたかったんです。でも、誰が滑っているかわからないという不安はあったので、先にオーダー表を出しました、と思いを活かすために、最新の配慮をしていたことを明かしてくれていました。そんなファンの方々を大事にし、絶賛されるこのアイスエクスプロージョン2023は、6日から8日まで2公演ずつ行われ、9日10時5分からはテレビ東京系列6局ネットで放送予定となっています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。